最低やけど次お前ら頼むから放送見てくれよ、お前ら、お前ら放送見てくれよ。さあ本番です、本番。ちょこれ曲変えよ。ちょ皆さん曲どうします、曲。ちょ曲どれいきます、ちょっとやっぱあれいきますか、あれ渋く、私の好きな曲言っていいですか、渋く、渋く私の好きな曲。いや、フィクコロ面白いな。レオードの曲はさすがに、レオードの曲はさすがにレオードでしょ。いや、レオードまた来てほしいな。レオード君また来てほしいな。儲かりまくってもうフィクコロ用済みだとかツイッター書いてもいいからまた来てほしいな。すみません、札幌はギリギリです。とんでもございません。ナイスマッソー。オッケーですよ。さあ皆さん、ここから本番です。勝てよ。さあ今日はまさかのね、まさかのエルプーが新幹線に敗れる。まあまさかでもないんですけどね。まさかでもないんですけどね。なんと先ほどのエルプー VS 新幹線戦は4億5000万ゴールド入りました。なんと一戦のベット4億5000万ゴールドはピピン、レオード、アストルティア対戦に続いて第3位の記録でございます。第3位の記録でございます。ラオお前どっち張ってたの、ラオお前ハルドしたらもうどっち張ってたの、あれ受け付けなかったけど、お前どうせガツンと貼ったんだろ、どっち貼ったの、お前どうせエルプー貼ってただろ、お前、お前みたいなアウトロー腐れ崩れ、そうだろお前、儲かったなお前。まあ1対1、まあアストルティア対戦は言っても4軍でしたから、この単発試合で言ったら本日歴代2位ですね。さあこちらいつでもどうぞ、コムさんいつでもどうぞ。スタートで、まあ一応皆さんこれから参加する方々もですけどね、私が一応合図を出してから開始でお願いします。まあ大体何分頃目処というのは言うんですけどね、その時間になったら問答無用でスタートを切るのではなくてね、やはりギャンブラーさんたちのあの時間によって変わってきますので、私が合図出してからのスタートでお願いいたします。エルブーどうなの、別にエルブーは出禁戦はこの前勝ってますから、今日普通、今日別にエルブー普通に来ただけだよ、今日お前ら今日普通にエルブー試合しに来ただけだよ、新幹線と今日は何もかけてないです。お小遣い1000万かけよう、取ろうとして勝てなかっただけ。ただ新幹線最強だねって今日なった。エルプーのあの時のグランプリ勢倒して新幹線すごいねってなっただけ。川の神だなってなっただけ。いやーこれも皆様楽しみな一戦でございますが、さあ皆様こちらコメントで人気を測りましょう。ベス軍が勝つに違いないは7、イツヤ軍が勝つに違いないは9、どっちも頑張れナイスフィギュコロ勢は8。おめえもうフィクサーアストルティアから消えろは死ねえと言ってください。小池長州なんて死ねえわ、死ねえ、もうこんだけ3時間も一生懸命見てくれると死ねがほとんどいないっていう。同じ人が何回も死ねと打っている、怖い、同じ人が何回も死ねと打っているが、さあ皆様コメントの人気はこちらはややベス軍か、さあ人気はややベス軍か、さあ人気倍率でございますが、さあ人気倍率で出しました、人気倍率 1.15 倍、人気倍率はベスが 1.15、 いつや 2.61勝、ダントツのベス軍が人気。さあこちらスタートいたしましたが、フィグコロプラスアルファ 3.1 開幕戦、さあ今日は、
この舞台に上がっていただき非常に光栄な最強軍団の方々が来てくださいました。さあ初戦はエルプー新幹線軍、そして本日この2戦目最終戦はベス軍 VS のイツヤ軍、さあフィギュコロルーム VS の見回り組という、さあこの伝統の一戦になってまいりましたが、さあイツヤまずは100ポイントリードをしてからユージしっかりポイントを抑えて、さあイツヤもしっかりねメンバーのプレゼンをしてくれました。このユージというのはジャンガハイを自分たちと一緒に優勝した、メンバーであると、ソロは WDC 杯を優勝したプレイヤーであると、そしてティーダはフィグコロ1軍で個人ランカー4位のスーパープレイヤーであると、さあこの4名 VS、 さあこのベスコムそれはサナ、さあこの4名も長いですね、この4名も非常にコロシアム業界で非常にこの結果を残し続け、さあ未だにフィグコロでこれだけの大人気、さあ誠に見回り組ベスコムそれはサナ、さあ素晴らしいコロシアムプレイヤーたちでございますが、さあこちら現在25ポイントリードから、さあ正直先ほどエルプー軍が 1.3 倍の圧倒的人気、3億ゴールド近いベットが入っているにもかかわらず新幹線軍 2.07 倍が勝利しました。さあこちらね、アップリケさんでしたっけ、1億ゴールド頭から張り切ってね、もう1億ゴールドポーンって負けちゃうなんてなかなか渋いですけどね、なかなか一瞬で1億ゴールドを失う経験はね、まあほんとあの人と、まあ、川野ぐらいしかできませんね。まあ皆さん川野の伝説のツイッター知ってますか、普通に死んじゃって野良で敵に殺されて死んじゃってね、まあ回線落ちしちゃったのかなんかで教会に戻った1億いくらゴールドを失ったって言ってね、川野が手が震えてますって言ってツイッター書いたらもう何百リツイート千何百リツイートされたという伝説のツイートでございますけどね、まあ川野さん今日勝ってね、まあおそらく賞金250万もらってね穴埋めしてほしいと思うんですけど、まあ確か私が聞いた話ですとね、あれはね戻しのロールバックの対象にならないんですね、全滅でゴールドを失ってしまったのはね、でドラクエの伝統ということでロールバックの対象にならないということでね、川野さんこれからガンガン来て稼いでいってほしいですけど、さあこちら479からの321、まあ、ちなみに川野さんは多分放送をご覧になってくださったことあるんですけどコメントくれたことは一回もないです。川野という小手半で自分こうニコニコ動画来たよこれ、ニコニコ動画からの、さあ皆さん大変失礼しました、ニコニコ動画から我慢していただいて、おいもういいよもうこれもう頼む、ニコニコ割聞いてえな、ちょニコニコ動画もういいですよもういいですよもういいですからもういいですからもういいですか、ニコニコ動画ちょっと一個いいところだから待って、ちょっといいところだからはい失礼しました。さあニコニコ動画からで、さあ残り1分10秒から、さあいつやユージソロティーダがこちら現在153ポイントのリード、さあベス軍がここまでビハインドも珍しいですが、さあこれはしっかりいつやを落としても 逆転になりません、いつや133ポイントを落としても逆転になりません。さあここでしっかりと落とす、さあまずは落としていつやを落として逆転の、さあこちらさあベースを作っていくが、さあサナとコムが落とされる、さあサナコムここで落とされて苦しいか、さあサナコム落とされてこれは残り時間40秒少々、さあこれはちょっとやばいか、さあ94ポイント、さあいつやを落としても逆転ならない、これはいつやを落としても逆転ならない、いつやプラスワンが必要、さあここでベスパラディン落とされるが、さあラストワンチャンス、ラストワンチャンス、サナが落とされる、これいつや勝つか、いつやあのベス軍を、さあ見回り組最強の一角ベス軍タムユーと並びに、さあその最強のベス軍この一角をいつやキッズ軍が落とすか、さあ今日のフィグコロは 3.1 アルファフィグコロは波乱の幕開け、波乱の幕開けの中100、さあなんと圧倒的大差で、さあなんといつや352ポイントから、さあキッズイズよ余裕ですよなおり、さあこのまあいつや君フィギュコロ1軍がそういうキッズなあおりはしないように、さあいつや君まあ実力は素晴らしいが、まあこういうフィギュコロ1軍
いいか、いつや、覚えておけ。いつや、いつや、技術、結果が、素晴らしい結果を出し、素晴らしい技術、才能があって一流だ、いつや。お前はコロシアム一流だ。しかし、いつや、超一流になるためには、そこに、品性、見せ方、人気が必要だ。いつや、キッズ的なシャシャリをすると、超一流にはなれない。ここで堂々と威風構えて、本当の超一流になってくれ。心が伴ってこそ超一流。というところで、いつや、2.6、1倍からの、強いな。ちょ、待って、今日、僕は、キッズコロ勢全員紹介してるんで、OK です。なるほど。いつやはキッズで OK ということは、わかりました。じゃあ、いつやはキッズ OK。キッズあおり OK ということで。で、キッズで票を失ってもそれ関係ねえと。俺はキッズの星になると。じゃあ OK。じゃあおって OK。ね。人格否定とかね、とんでもないあおりをしなければ、勝負の結果余裕ですぐらい。じゃあ OK。OK。強化。さあ、130万5000ゴールドから、さあ、ナズハさんから、ナイキャッチ。おい、ちょっと、おい、あれ、ちょっと待って、あれ、